自分次第でどこにでも行ける。宇宙を突き抜けてどこまでも僕は笑う。この笑顔で世界を変えてゆくんだ。走れ笑え。大丈夫っしょ。
どうも、動画ご覧くださりありがとうございます。はい、今日はですね、ルパン三世ラストゴールドを、打ちました。はい。で、ちょえ！怖い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 。
打ち、打ちました。はい。で、ルパン三世ラストゴールドなんですけど、まあ、今日たまたま旋風学園を拾ったっていう形になったんですけど、ひねり打ちの効果がめちゃくちゃ高いです。はい。なので、ひねり打ちの打ち方を教えたいなと思っております。はい。まあ、まず、ひねり打ち何ぞやというと、右打ちして、当たり中ですね。球がラスト、ルパン三世ラストゴールドは、10個入ったらアタッカーが閉じます。はい。それを、多めに打って、球を多く獲得しようぜっていう、そんな感じです。はい。1個入るごとに15個球が入るので、11個もし入れられたら、さらに15個多く球を得ることができます。はい。で、打ち方なんですけど、まあ、基本的には10個目を弱く打って、11個目を強くっていうイメージでしていただければなと思います。はい。ですね。で、うまく、僕の場合は、うまく頭の天井に引っ掛けられることができたら、10個目弱くで11個目、12個目を強く打って2個の大番にしを狙います。はい。ですね、ルートが2つあるんですよ。上のルートで。弱く打つと左のルートに行って、球が、球にこぼれちゃう時があります。はい。だから、超上級者は、もう、なるべく9個目までを強く打って、10個目もこの位置だっても革新的に分かる人は、10個目だけ弱くして10個目が、10個目を弱くして11個目を強く、もしくは11個目、12個目を強くっていう打ち方がいいと思うんですけど、僕はそこまでのレベルを求めるのはめちゃくちゃ大変だと思うので、まあ、8個目、9個目で、だいたいこのぐらいの強さだなっていうのをイメージして調整していく形が、まあいいかなとは思います。はい。これ慣れればね、成功率がだいたい、そうですね、8割ぐらいはできます。だからめちゃくちゃかなり多く出玉を取れるチャンスとなってます。はい。ちょっと、今日僕が撮った動画は、ちょっと久しぶりに打ったっていうこともあって、成功率はちょっと低いんですけど、まあ、どういうイメージかなっていうのは分かっていただければいいなと思いますので、ご覧ください。どうぞ。はい、まず上のアタッカーに約7個か8個入れてきます。今8個かな ?9。で、10個目、11個目で今成功しました。1、2、3、4、5、6、7、で8個目で調整していきます。9個目、今左ルートから来ました。で、10個目、弱くて11個目で今成功しました。成功すれば藤子ちゃんがぐーっと出てってくれます。1、2、3、4、5、6、数えます。7、8、で、9で今左ルートから、で、外に外れてきました。9個で、で、10個目、10個目で、今、もう1個、オーバーニューションになったんですけど、1個は成功した感じです。6、7、8、9。で、10個、10個目で、今も成功しました。1、2、3、4、5、6、7、8、9。で、今は、失敗はしたんですけど、まあ、イメージ的には良かったと思います。1、2、3、4、5、6、7、8。で、9個で弱く打ったね、左ルートから。今も失敗したんですけど、イメージ的には良かったです。1、2、3、4、5、6、7、8で左ルートですね。で、弱く強くで今は成功しました。はい、という感じでひねり打ちの打ち方を、ご覧いただきました。はい。で、今日はですね、潜伏格言2回拾ったんですけど、それについてもちょっとお話ししたいなと思います。はい。まず、動画中にもお話ししたんですけど、朝一で平和の台はここの部分ですね。この部分のランプが光ったら、もう内部的に潜伏格言です。はい。なので、もう、かなりね、ルパンだと、通常320分の1なのか、約50分の1で打てるので、かなり美味しい状況を、もう、100% ですね。100% 分かる状態で打てます。はい。で、その後2回目に拾ったのは、はい。画面見て、ライブモードっていう、潜伏確認の可能性があるモードだったんですね。で、データランプその後見たんですけど、その後見たら、データランプが大当たり回数1回ってなってました。はい。なので、もしかしたら2ラウンド各変状態の可能性があるんですよ。と思って打ちました。はい。で、これが上のデータランプ見て最後のあたりで、2連チャン以上してたら、もう、旋風格変の可能性はなくなるので、打つ必要はないです。はい。なので、まあ、雷雲モード、画面雷雲モードで最終大当たり、まあ、もしかしたらね、上のデータランプ、
お店によって違うのかもしれないですけど、あの、つき方が。はい。まあ、基本的には最後のあたりが1回ってなってたら、あの、旋風確認の可能性、あるので、ぜひ、あの、打ってみたら、チャンスがあるかもしれません。はい。そんな感じです。動画をご覧くださりありがとうございます。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録してね。